あここからは皆様からいただいたお便りを読んでいくコーナーふみちゃんポストの時間です。今回もたくさんのお便りありがとうございます。まずはペンネーム牛尻牛牛さんからのお便りです。ふみさん、私は猪苗代町に住んでいるのですが、最近ネッシーが猪苗代湖にいるのではないかという目撃情報が相次いでいます。私はまだ見たことがないのですが、ふみさんはありますか、それと信じますかとのことでお便りありがとうございます。いやー、実はちょっとここだけの話にしてほしいんですけど、3年前に猪苗代湖でネッシーを見た気がするんですよね。なので信じますでもネッシーって何者なんですかね。ネッシーのさ、恐竜なのかな。猪苗代湖をネッシーって信じる。いや、さすがにないっしょないかな。でもさ、その今ラジオやってる人もさ、3年前ネッシー見たって言ってたじゃん。だからちょっと猪苗代湖行ってみない。あ、まあでもね、帰り道だし行ってみるのはありかもしれない。え、マジ？ノリがいい。じゃあ行きましょう行きますか いいね。でもなんで今と3年前なんだろうね。確かにね。まあとりあえず行ってみるか。うん、行ってみよう。うん、でも3年前ってどこで発見されたんだろう。確かにね、どうなんだろう ね。ちょっと広いから分かんねえな。これはあるのに、どうなんだろう。いやでもまあでかくなってんのかね、3年前だから。確かに成長してんのかな。同じサイズなわけないもん。いやでも探すの至難の技すぎない。いやまあ確かに、でもこうなんかひょっこりこう出てくんだよ多分。ん、ひょっこり出てくんだよ。ひょっこりね。ここはいいよマジで。けどネッシーはいないね。ネッシーはね、今日はねかもしれない。いや、いなかったね、ネッシー。ネッシーいなかったね。もう帰るか。帰りますか。うん。じゃなくて、ネッシー。ありがとうございます。ありがとうね。はい、ありがとうございます。やっと帰ってきたyeah.
our plans. Dreams are all we have. I wouldn't have it any other way. Stupid things we do. We may be young, but we are wild and free, making memories. やべ、鼻かい。はい、皆さんどうもこんにちは、うちです。ついに3年ぶりに地元に帰省しました。いやー、やっとね、やっと帰っておりましたよ。やっぱここだよな、もう最高ですよ福島。はい、ちょっと手がね、はい、やっと耳通った。いやー、あのあれなんですよね、あのタイトルがハローマイニューワールドみたいなね、あのタイトルなので、もしかしたらこいつ海外に行っちゃったんじゃないかなって思った方もね、いるかもしれないんですけども、はい、海外ではなく地元福島に帰ってきました。はい、そもそもですね、あの東京に行っていたのも、あの福島をね拠点に活動したいがために、東京に行っておりました。で、まあ自分の中で、まあ20代のうちに戻ってきたいなっていうのがあったので、3年間だけいたんですけど、まあそのせいっていうか、まあその理由もあって、あの事務所もちょうどね3年契約のところを借りていました。ちょっとね事務所はお金使いすぎちゃったんですけども、はい。で、自分の中では東京で実績とか経験を重ねてきたつもりなので、まあ僕のね、中ではこの福島の景色っていうのは新しくもね見えるので、まあハローマイニューワールドというふうにタイトルをさせていただきました。耳痛い、もうね、あ、鼻水できた。もうね、福島でねやりたいことめっちゃあるんですよ。クリエイターとしてもやりたいこといっぱいありますし、まあ、全然経営者ではないんですけども、まあ、そういう経営目線みたいなところでもやりたいことがたくさんあります。まあ、それは後で話をして、東京から、まあ、実際に福島に今ね戻ってきて1ヶ月ほど経つんですけど、なんか思うのはこうなかなか U ターンってできないなっていう風に僕自身東京に行って戻ってきて思いましたね。東京に行ったのはそもそも自信をつけて福島に帰ってくるために行ったんですけども、やっぱりねこう東京に行くと東京すげーっていう風になるし、やっぱりこう東京から福島に帰るっていうのがなんかこう逃げてるんじゃないかっていう風になんか思う時もあって、だからその東京に福島から出ていくよりも東京から福島に戻ってくる方がすごく勇気もいったし、すごく悩みました。でもこっちの方がやりたいことも挑戦できるし、やっぱりねビッグなね男になるためにいっぱい活動できるなというふうに僕は思ってます。で、こっちでやりたい夢っていうのは本当にたくさんあって、まあ、簡単にいろいろ話すと、まあ、福島を舞台に映画を作りたいなっていうのも最初にあって、でその中にも福島でクリエイターが集まれるような、まあ、僕は通称クリエイターズハウスって言ってるんですけど、
まあそういう場所を作りたいなとか、しかもサウナ付きでね、作りたいなとか、あとは自分たちのこうメディアみたいなのも作りたいし、でそういうのをやっていくためにはやっぱりこう YouTube も頑張りたいし、まあ何よりもここ福島をめちゃくちゃ盛り上げたいなって僕は思ってます。でこの盛り上げたいってすごい言葉に具体性はないんですけど、まあ僕自身がで僕に今後集まってくれる仲間たちが盛り上がってれば、まあそれに続いてこう福島も盛り上がってくれるんじゃねえかなと思って、帰ってきました。だからすいません、海外じゃなくて地元福島に U ターンしただけなんですけど、これが僕のやりたかったことだし、なんだろうな、福島にずっといるよりもやっぱり一回こう東京に行っていろんな経験を積んで帰ってきたからこそもっとできることだって増えると思うので、まあそういった中でちょっとね、今後は福島を拠点に、まあ、東京もね全然仕事がまだまだ嬉しいことにあるので行くんですけど、福島を拠点に今後は活動していきますっていう動画を撮るために今日居直しの今日来たんですけど、ちょっと寒すぎましたね、はい、というわけで、はい、僕ウッシーが福島に帰ってきたよっていう動画でした。なので東京で仲良くしてくれた友達には感謝しかないですし、僕がね福島に帰ってきたので、なんかこいつおもろそうだなと思った方、ぜひ僕にご連絡ください。福島で一緒に面白いことしましょう。僕は映像を作ることしかできないんですけど、それで何か力になれたら幸いです。はい、というわけで今日の動画はこれで以上となります。最後までご視聴くださりありがとうございました。ぜひですね、こいつおもろいやん、チャンネル登録してもして、コメントもして、グッドボタンもしてやるかと思ったやつはぜひよろしくお願いいたします。え、最後に猪苗代に飛び込むのが見たい？分かったよ。行ってくる。ありがとうございます。ハローマイニューワールド。あー